こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。布おむすという検索ワードで出品検索してみた。いらないおむすがありました。ぜひ出品してください。というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はいえー、この動画では布おむすという、ね、検索ワードで出品検索してみて、ね、非常に面白いものが出てますので、ぜひ、ね、紹介させていただきます。はいえー、ここですね、えー、こちらに布おむすの、ね、キーワードを入れてください。でえー、最後ですね、 ここ売り切りですす。ね。完了しますえそうしますと、こういったふうにですね、えー、結構、布物売れてるんですよね。で、あの新品も実際売れてるんですよ、こうやって。売れてます。で、市販のよりはね、実際こう安いですね。500円ぐらい安いと思うんですよね。で、今回は中古ですね、こちらを当ててみます。はい。えー、そうしますとですね、えー、っとですね、こう商品なんですけど、意外にですね、あの中古の商品っていうのは実際ですね、 まあこっちなです、ね、やや気づいた汚れあるんですけど、実際売れてます。はい。なので、まあ、小さいお子さんとかね、もう、布のカバーでは使わない場合はね、あのメルカリで出品していただければ売れますので、ぜひね、まあ、出品していただければね、いいかと思います。はい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。はい。えー、ニックネームかスタンプお願いします。 はい、あとですね、YouTube から質問ですが、一切受け付けてません。LINE アド登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。